トンガデッチョンナ。どもども、中年ゲーマーヨロさんです。アリスタ系のジュエルを、かき集め。ガチャを、まあわしに優遇のさあ、RS。はい、ガチャのお時間でございます。というわけで今回は、海にこぎ出せ、大航海祭り、ウルトラデラックスガチャ、シルバー親瓶編を、ぶん回してまいります。今回こちらのガチャで狙っておりますスタイルは、体術スタイルにコンバートされて、追撃ありの高耐久超効果力、アタッカーとして、今後の活躍に期待超極大の、シルバー親瓶でございます。性質の歌前世の現環境ではまだまだ輝くことはできないかも、しれませんが、今後はどうなるかわかりませんからね。親瓶はとりあえず確保しておきたいところですな。ローラもティルピッツも使ってみたいスタイルではありますが、この後3ヶ月に一度の、大型イベントも控えておりますからね。ありったけのジュエルは、そちらに向けて温存しておきたいので、とりあえずシルバー親瓶を、引けましたら即撤退します。ではでは長話もなんですのでそろそろ参りましょう。海にこぎ出せ、大航海祭り、ウルトラデラックスガチャシルバー親瓶編。まずは優勝ステップから、行くぞー。いきなりマコバにダブルクロス。これはワンチャン。爆発きたー。マコバにダブルクロスからの爆発演出。ここで親瓶来ちゃってもええんやで。エルピッツ、来たてなわけで優勝ステップ1の、10連目、マコバにダブルクロスからの爆発演出で、エルピッツゲット。こんなに嬉しいことはない。バックで俺たちは海賊と、散々リピートされてますが、お前さんたちは海賊じゃないんですよねー。海賊って言ったら激おこぷんぷん丸になるみたいですし。今回のガチャ唯一のプラ落ち枠の、ゲルピッツ、ストルムエクネンオランネンミンにとっての、オノゲン登場の救世主でございますな。まあそれ以外に出番は、なさそうでございますが、オノドマファーは終わってるので、私にとって必須ではなかったですが、ちょっと使ってみたかったというのが、本音だったので、親瓶狙うついででゲットできたのは、良きですな。ある程度育成終わったらドマファーに、連れてって遊んでみたいと思います。てなわけでまずはピックアップの、ゲルピッツをゲット。10連目でピックアップゲットとか、幸先いい感じですな。でも開幕でピックアップ引けた時は、幸先いいと見せかけて、天井まで連れて行かれるパティンが、結構あるのですよね。なもんでまだまだ安心することはできませんな。ではでは続けて参りましょう。優勝ステップ2、さっきのおまけで無料10連、20連目でございます。20連目はノーペット。からの教授キック。ペットの有無がガチャ結果の、決定的差でないことを、教えてくれ。30連目もノーペット。からの教授キック。演出的にはしょぼしょぼですがまだだ。まだわからんよ。一部画像が乱れましたが、気にしないでください。気を取り直して40連目。横切りましたのはマコさん。体
からの教授キック。マコさんだからって侮らないでね。彼、やるときゃやる子なんです。まあ仕事しないときは、とことん仕事しない子でもありますけどねー。さてさて優勝ステップラスト。50連目はマコバにダブルクロスリターンズ。からの教授キック。しかし爆発ナッシング。はてさていかがなもんでございましょ。シルバー親瓶、ギター。優勝ステップラストの50連目。10連目に続けてマコバにダブルクロスがまたやってくれました。今回お目当てのシルバー親瓶を、ゲット。こんなに嬉しいことはない。現環境が親瓶にとって、向かい風なので、今すぐにというわけにはいかないでしょうが、いつの日かでっかいことやってくれるよう親瓶には頑張っていただきたいですな。リアム君と親瓶が一緒に、輝けるよう、聖王様の次の歌に期待したいと、思います。以上、海に漕ぎ出せ、大航海祭り、ウルトラデラックスガチャ、シルバー親瓶編、優勝ステップの50連で、シルバー親瓶を無事ゲット。ついでにケルピッツもゲットできて、今回大勝利でございました。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では、